学校には慣れた? お待たせ! 行こっか! かぐらさんと仲良しみたいでよかったわ。 特待生のことは特待生に聞くのが一番早いな。
みたいだね。
園内で研究されるとかかな。あ、そういえば特待生って図書館の使用率が高いって知り合いの図書委員が言ってたか。でも頭のいいやつが図書館で使うのは当たり前だけどな。こんなんでいい？うん、ありがとう、助かったよ。大した情報はなかったみたいだね。一緒にしないでちょうだい。今日の課題はすぐに終わらせるって決めてるの。
殊カリキュラムの受講。4、学園内の特殊施設の使用ってところみたいね。学費の全額免除ってすごいね。私としては休養の自由に惹かれる。遠山くんね、また調子が悪いのかしら。心配
かなか成績が出せなかったのよ。今では陸上部のエース。頑張り屋さんよね。先生も応援しちゃう。確かに私が入学した頃は噂も聞かなかったかも。走ることが好きな普通の生徒だった彼が好タイムを出して特待生になるところを見ているから根強いファンがいるのかもしれないね。いかにも好青年って感じだから先生たちの感触もいいのよね。あら、いけない。この後会議があるのよ。じゃあね。あ、失敗した。特待生のことカオリンに聞けばよかった。先輩、音楽室で何してるんですか？千夏ちゃんと九条くん。やったー、やっと見つけたー。どうした、僕たちに何か用なのか？そうだよ、ずっと探してたんだからね。まったく、どこ行ってたの？学園中歩き回っちゃったよ。ああ、それは悪かったな。会長が謝ることないです。先輩、変な言いがかりつけないでいただけますか？について教えて。特待生？何がおかしいの？ああ、悪い。あまりにも君らしい質問だったからな。先輩、特待生はそんなのでなれるわけないじゃないですか。そもそも H の図書館なんてこの学園にはないですよ。ないの？ありません。あるのは普通の図書館です。確かに僕の耳にもその噂は入っている。だけど単なる噂だ。特待生は確かに普通の生徒から比べるといくつか優遇されていると見える部分もあるが、その分特待生として学園側からのプレッシャーもあるんだ。僕は特待生になりたかった生徒が作り出した根も葉もない噂ではないかと思うけどね。話も終わっているんだ。まだ見回りの途中だから我々は失礼するよ。私に話しかけてきたって言葉
ファンクラブの会長がうちのクラスの子なのよ。さてと、そろそろ帰ろうかしら。あなたも遅くまで残ってるから、また七海に捕まるわよ。どこに行くんだ？よし、行くよ。
まだ学校にいたの。俺ちょっと教室に忘れ物しちゃってさ。何言ってるんだ。顔だけの顔。まあそういう人もいるよな。心配しなくても俺は別に何とも思ってないからさ。今なら何かを引き出せるかもしれない。遠山修司、俺にかなうかよ。あっキャーキャー言ってる奴らにはうんざりもするぜ。なりふりなのかまっていない。イメージは大事だ。下手なことを言ってみろ、すぐに手のひらを返されるぜ。やっとエースの座につけたんだ。ここでミスるわけにはいかねえんだ。これがスタナル。キャラを作ってるっていうのには
業した先輩の受け売りなんだ。つい真似しちゃって。じゃあ俺はこれで。ずいぶんと焦っていたね。エースであるためにかなり気を使っているみたいだ。どこに行くんだい？よし、行くよ。いいよな、遠山は。女子にチヤホヤされて特別な待遇受けてるんだろ。俺ら一般生徒とは違う。ずるいよな。バカ、あんまりでかい声で言うなよ。ファンの子に聞かれたら目つけられるぞ。大丈夫だよ、今誰もいないし。うわっ、なんだ、天王星か。だから言ったのに、ファンの子じゃなくてよかったな。聞かれてたら遠山を寝とんでる奴がいるって拡散されるぞ。よかった、ほんと怖えから。こいつみたいに特待生を寝たの奴ら結構いると思うよ。なかなか口にはしないけどね。今のオフレコでよろしく。見た目もいいし、運動もできる。成績も悪くない。水木先生も応援しちゃうなんて言ってたぞ。あれはゴミにハートマークがついていたな。間違いない。やっぱり若くてイケメンはいいよな。遠山だが、中学の頃は陸上の成績はそこそこだったみたいだろ。うちにも招待枠で入学してきたわけじゃないしな。途中から特待生になれる生徒は珍しい。招待生がほとんどだからな。大山の場合、いきなり高タイムを叩き出したから学園側も放っておけなくなったっていうわけだ。はいはい、招待生じゃないんだね。注目されるのはいい面もあるが、プレッシャーもある。エースの座を維持するのもなかなか大変だろう。さすが水木先生、教師の鏡ですな。褒められると困ってしまいますね。当たり前のことをしているだけですよ。謙虚ですな、水木先生は。あら、あなた、学園案内は終わったみたいね。そうだ、私資料をまとめないといけないんだったわ。じゃあ松原先生、失礼します。な、お前な、もうちょっと空気を読んでくれると嬉しいんだが。せっかくのいい機会だってのに。ああ、じゃあ俺も行くからな。水木先生、お話の続きを。変えずに応対できるところは確かにすごいな。
どこに行くんだい？よし、行くよ。結構情報が集まったんじゃないかい？一度情報整理してみるかい？どこに行くんだい？よし、行くよ。じゃあまず、H の図書館についてのおさらいといこうか。学園の地下には秘密の通路があり、その先には図書館がある。たどり着けると素晴らしい H を得ることができるらしい。最近の噂話では、H の図書館に行くことができた生徒は、H を授けられて特待生って感じに変化したみたいだね。最近特待生になった遠山が焦点だった。私たちはすでに知っている未来だ。明日、遠山は部活を休むんだからね。今回はどうなる？行こうってなんだかドキドキするね。気持ちはわかるけど静かに。見つかったら尾行にならないだろう。あ、ホームルーム終わったみたい。遠山くん出てきた。私はこれでも部長だぞ。気づかれるだろう。ごめんてば。よし。全然気づかなかった。隠してるところが怪しいよな。ってことは、この先に何かがあるってことか。いかにも隠してますって感じじゃない？ワクワクするね。まさかこれは地下通路？本当に地下にあるとはね。これってあの噂の秘密の地下通路だよね。ってことはこの先に H の図書館があるってことじゃん。ねえ、早く奥に行こうよ。なんかすごい扉だな。あれ？これどうやって開けるのかな？電子ロックになってるみたいだな。こりゃ
私たちには開けるのは無理だぞ。H の図書館がこの先で私を待っているのに。あとちょっとなのにお預けだね。出てくるのを待って聞いてみるか。君たちがここに？ごめん、どうしても気になってついてきちゃった。遠山君はここで何してたの？いや、俺はグズグズしてられないよ。行くよ。遠山修司、俺にかなうかよ。Thank you.
しは誠を救えるような気がしてね。自己満足なだけかもしれないけど、この子は一体何を隠してるんだろうね。ねえ、手伝ってもらえないかな。やっぱり君がいるとみんないろいろ教えてくれるみたいだし、私と部長だけだったら無理かもしれない。でも君が手伝ってくれたら七不思議も全部解明できるんじゃないかなって思ってる。だからお願い、協力してください。ここは協力しておかないとね。くぬぬ、今月ギリギリなのに。でも背に腹は変えられない。ありがとう。これから改めてよろしくね。ナナミから聞いたよ。いや、あんたが入部してくれるとは思わなかった。助かるぜ。うん、ほんとほんと。はい、入部届後で書いて先生に出してくれればいいからさ。で、どうしてお昼に集まったのかというと、次の七不思議をどうしようかなって相談しようと思ってさ。あと、ささやかなお礼をかけて、私と部長からのおごりです。ゴーヤミルク、ゴーヤ茶、生ゴーヤジュース、好きなのどうぞ。ささ、お好きなのをどうぞ。抵抗があるのは最初だけだよ。一回経験しちゃえばもう病みつきだよ。おお、お目が高い。いいの選ぶじゃないか。まあなんだ、ちょっと照れるけど、これからよろしくってことで。じゃ、乾杯。幽霊だよ。まあ確かに夜の校舎をさまようっていうのは幽霊話の定番だけど、不審者って可能性もある。前に校舎に忍び込んで調べた時は何もなかったじゃん。実は4月くらいに夜の学園に忍び込んだことがあるんだ。でも収穫はゼロ、全く何もなかったんだよ。あなた、相変わらずみたいね。お昼ぐらい静かにできないの？出た。失礼ね。人の顔を見るなり変な声出さないで。うるさかったのは謝るけど、そんなに突っかかってこなくたっていいじゃん。呪いだの紳士だの、私は現実を見なさいって言っているのよ。本気に決まってるじゃん。今に見てたよ。絶対に解明してやるんだから。あなたに何ができるというの？おいおい、二人ともそれぐらいにしとけよ。みんな見てるぜ。おバカさんと話しているとバカが移りそうだ。バカって。ゆきのは相変わらずだな。部長、笑い事じゃないってば。
悪い悪い。と、そろそろ行かないと授業に遅れるな。とりあえず手分けして情報を集めよう。了解。何か分かったら連絡入れるね。音楽室から、バイオリンを弾く音が聞こえてきたの。
先を変えればよかったはずだけど。あ、こっち？いや、違うか。今日中に反映させないといけないけど、大丈夫か？頼りきりなのは感心できないけどな。君たちは明日使う資料の整理を頼む。わかりました。助かった。いつもすみません、会長。いや、気にするな。こういった作業は好きだし得意だから。会長さんは慕われているね。それで君も調べ物かい？悪くはないかもしれないな。彼女たちと一緒にいればこの学園を知ることができるだろう。そういえばここに来る前、神楽がまた椿と喧嘩をしていたぞ。一応止めてはみたが、あの様子だとまだやってるかもな。くだらない噂話を聞き回るのはやめなさい。どこに行くんだい？よし、行くよ。
言うとただのひがみだぞ。荷物を置いて帰れるから助かるな。それにしても
いつ直したんすかね。お前知らないのか。だったらいいことを教えてやろう。藤沢学園の設備がな、気づいたら治ってるんだ。なんすかそれ。ここの設備を直してるとこ見た生徒はいないんだよ。実際俺も見たことねえもん。そろそろ七不思議に数えられるんじゃないかと俺は睨んでるんだけどな。おとぎ話じゃあるまいし、夜にでも業者がやってるんじゃないっすか。お前は夢がないな。俺のとっておきの話をバッサリ切りやがって。まあいい、早く着替えてこい。うっす。よう、見学に来たのか。だったらもっと近くに来ればいいのに。まだナナミたちと七不思議を調べてるのか。俺も何か知ってればいいんだけど、陸上ばっかで大して知らないんだよな。またな。どこに行くんだい。よし、行くよ。ああ、君は確か先日転入してきた生徒さんだね。そんな話があるのかい。そうだな、私は心当たりはない。コムロに使えそうな壊れた窓はあるね。近頃は物騒だ。不審者の話もあるから危ないと思っていたんだが、教頭先生に相談して直してもらった方がいいね。これで鍵が直るね。どこに行くんだい。よし、行くよ。少々元気が良すぎるところがあります。あまり影響を受けないように気をつけなさい。初めて見た時にも思ったけど、ピシッとした先生だね。どこに行くんだい。よし、行くよ。雪乃だ。関係ないでしょ。素直には話してくれなさそう。
せたよ。椿ゆきの相手になるの？
持ち主が分かったら僕にも教えてくれ。 紳士の正体は
山田太郎と名乗ったループだ。つながりがあるのは雪乃だったね。情報をまとめてみようか。雪乃は家がお金持ちだからな。クラスと大負けにされている。その中でも七海だけは関係なく言い合えるのが怪しい。あとはクマがついたキーホルダーを大事にしている。それからどうでもいいけど、ルークに会いたがっている。ここからは雪乃に直接会って聞いてみようかね。さあ、行くとしようか。あら、どうしたの？ああ、これね。練習よ練習。家で演奏すると音がね。近所迷惑でしょ。音楽室って放課後はあまり使われていないし、防音がしっかりしているのね。だからたまに使わせてもらってるのよ。何よそれ。バイオリンの音色を聞いて怖がるなんてどうかしてるの。そうね、別に隠してたわけじゃないけど、何だけなことをしてました。あなたから説明しておいてもらってね。あなたはお化け退治にでも来たってところなのかしら。あ、探してたのよ。あなたが拾ってくれていたのね。ありがとう。
く。どうやら雪乃の心を解き放つことができたみたいだね。このキーホルダーは私の大切な幼なじみの巫女からもらったものなの。私がバイオリニストになりたいっていう夢をいつも応援してくれていた。大切な幼なじみね。巫女の呪い、あなたも知ってるんでしょ。私は正直、巫女が自殺したことがまだ信じられない。だって、新しく好きな人ができて、これから告白するんだって嬉しそうに言ってたんだから。って、私何をペラペラと喋っているのかしら。それより、呪いとか紳士だとか、くだらないことに手を貸すのはやめなさい。私はもう行くから。って、邪魔よ、どいて。突然。そうね、分かったわ。変に騒がれるよりはマシだわ。彼に会わせてあげる。夜の学園ってなんだかワクワクするよね。ナナミ、声が大きいって。なんであなたたちがいるわけ。そりゃ当たり前さ。さまよう紳士を調べていたのはオカルト研究部だからな。私たちがいなきゃおかしいだろう。まさか雪乃が私たちオカルト研究部に協力してくれるとは。誰があなたたちのために協力するって言ったのよ。できればあなたたちの大切な人間には会わせたくないのに。まあまあ、言わないで。ところで、その人の名前なんて言うの？
え？知らないって。またまた教えてよ。本当に知らないのよ。私名前を聞いていないの。聞いたらもう会えないのかな。ゆきのちゃんかわいい。後で覚えてなさい。さてと、それぐらいにしていくか。なんでナナミが先頭で仕切ってんだよ。それは私が情報収集のエキスパートだから。どこから校舎に侵入できるかすでにインプット済み。閉まらないように細工しといたのよ。これは一本取られたな。さあ、おバカさんはほっといていきましょう。てる場合じゃないな。紳士が来てくれればいいんだけど。いつもは一曲弾き終わらないうちに現れるんだけど。じゃあもう一曲弾くわね。あっ、今の聞いたか。ちょっと！部長、あっち！おう！
ち着けナナミ。誰だ。私はね、点検業者さ。点検業者？そう、ただの点検業者。名前は山田太郎と申します。けどお見知りおきよ。そうだな、山ちゃん、山君、山田君、好きな呼び方をしてもらって構わない。探したと思って。あなたはどこかで会ったことがあったかな。バイオリンの子だ。そうです。それにしてもいつもは一人で練習してたの。今日はまた大勢だね。あなたのことが学園で噂になっているんです。知らない人たちが幽霊や不審者だと騒いでいるのは私我慢できなくて。はいはーい、山田さんに質問があります。さまよう紳士って山田さんのことですか？さまよう紳士、いやー面白い。そんな噂になってるとはね。
イラッとするね。まあまあ気持ちはわかるが落ち着きな。あいつは刺激すると何をするかわからない。ここはぐっとこらえるんだよ。